デンスケさん、こんにちは。さあ、今回通常回久々ですね。さあ、今回なんですけれども、デンちゃん、結構おもちゃが好きなんですけど、中でもこう、ぬいぐるみタイプの、こういうおもちゃがね、好きだなっていうのを動画をいつもこう上げて、新しいの上げては遊んでるんですけれども、それを見た私の友人がですね、だったらデンちゃん、こんなのはどうということで、今回はですね、こんな特大のクマさん、引けない？すごい大きいから。特大のこのクマさんのぬいぐるみをですね、いただきまして、よかったらデンちゃんにということで、プレゼントしていただきました。うわ、もう興味津々。なんかずっと家に飾ってたんだけど、もうあれだから、もしよかったらデンちゃんの遊び相手になってということで、この大きさ、ちょっともう今手ビンビンに伸ばしてるんですけど、もう映りきってないぐらい、この大きさのぬいぐるみをですね、自分より大きい、自分と同じぐらいの、あ、もうほら、食いついてる。サイズのクマちゃんをプレゼントしたら、デンちゃんはどういうふうに遊んでくれるのかということですね。では、早速。ああ、もういい。遊びたい。遊びたい。では、クマちゃんと遊んであげてください。どうぞ！よっ！おっきいね！こんなおっきなぬいぐるみ初めてだね、デンちゃん。どうですか？ああ、いいね。ハムハムだよ。ちなみにレンさん、まあやっぱ小型犬ということもあるのと、あとね、結構歯が太いっていうのもあって、ぬいぐるみを何だろう、遊んでて、これも結構長く遊んでるんですけど、ボロボロに破れたことはないんですよね。あくまでもハムハムしてるっていうか、なんかちぎり壊すっていうよりはハムハムする感じが多いのでって言ってる矢先にその動きしてきて、いいじゃん、デンちゃん噛み応え抜群でしょ。これかわいいね、クマちゃんね。かわいそう。ちょっとかわいそう。まあでもほらね、ぬいぐるみおもちゃはね、こういうふうに遊んでもらうのも一つだと思いますよ。いくで。ドン。ふかふかだよ。紐はなんか、あれしたら困るから、とろっとろね。楽しいですか？いいで、どうですか？楽しいですか？あ、そうでね、最近はね、こうぬいぐるみと人と遊んだらこうなるっていう。あら、かわいい、かわいいの。枕にもできるって分かったの。ハムハムするし枕にもできるって。あ、かわいいね。何それ、クマちゃん枕にしちゃったの。おもちゃとしても遊べるし枕にしても遊べる。結構このワニさんもそうだし、こんなちっちゃいプピプピおもちゃでも一通り遊び終わった後はこの上に顎乗っけたりすることが多いので、おもちゃ兼枕みたいな感じでいいですね。デンスケさん、これ置いとくんで、好きな時に遊んだり好きな時に枕にしたりしてください。かわいいよ、上から見たらこうですからね。素晴らしい。はい、というわけで今回は、デンちゃんの何、新しい特大の、歴代特大大きいおもちゃの回でした。おもちゃも笑ってるね。なんか捨てちゃうかもしれないって言ってたやつだったから、よかったね。しばらくうちにいてもらいましょう。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。